た誰もいないところになったので、ちょっと説明をしておきましょう。何やらかしたかというと、今回ね、よし、そうだ、どこかしら行こうかなと思って、伊豆島方面とかもね、行こうかなと思ってたんですけど、まだね、島スペイン村がね、空いてないしな、どうしようかなと、思っていたところでですね、そうや、この明け方までやっておったんでね、起きた時間かなり遅くてですね、おっと、今から出かけられるところあるかなと思ったら、今から出かけるのはね、ちょうどいいところって言ったら、伊賀ぐらいがちょうどいいかと思い立ったわけでございますよ。で、伊賀に行くんだったら、おせんとはつけと、そこまでやるかな、サブチャンネルから。四日市から出てね、行こうと思うと。なかなかね、電車だとね、亀山まで来た亀山までまた乗り換えをしてって言ってね、なかなか時間がかかるし、帰りもね、結局、どっかしらからこうやって戻ってきてってなるんで、大変になるんでね。じゃあもうまたね、亀山はね、駐車料金も安いですから、亀山を起点にして、で、するとね、結構いろいろとね、選択肢が広がるわけですよ、この亀山駅というのは。何せ、3分岐してますからね。っていうのなんで、一応予定としてはね、当初はね、亀山からスタートして、この後、伊賀上野駅か、行って、で、スタンプをして、で、あと、何だったっけ、どこだったっけ、JR、伊賀鉄道が、伊賀上野が JR 西日本扱いで、一緒の構内ですけどね。で、上野市駅と茅町駅か、と、伊賀神戸駅と。いう感じでありますよってことで、この辺りをフリーキップとかってね、ちょっと行ったり来たりして、ちょっと軽く観光もしながらね、他にもちょっと行ってみたいところとかもあったりするんでね、そういう辺りとかもちょっと見てきながら潰していこうかな。で、その後伊賀神戸からね、あれだったら真下までね、近鉄で出てしまって、で、真下から普通ね、真下と普通ね、押しそびえてたんですよね、この前。を取った時にね、そういや押してなかったなってことで、一度も来れるしと思ってますけど、あれは制度ってみかんので、今回のうちに、まさか2も潰しておけば、神山、伊賀上野、上野市、茅町、伊賀神戸、まさか2とね、一気に潰せますしね、いいんじゃないかなってことで、前回ね、実は、このね、新川を、西藤原、揚木曽原を潰そうとしてね、まさかのこのスタンプネットね、忘れるというね、大失態をやらかしたんでね、今回絶対忘れやんぞと、ということでね、これを思ったら、間違いないってカバンの中にしっかり入れた、これで OK と思ったらね、なんとね、財布を入れてなかったというね、大失態をやらかしまして、これはやばいですね。なのでね、あるのが何があるかっていうと、小銭入れですね。500円ぐらい入ってた、小銭入れ。800円ぐらい入ってるか。ちょっと小銭多いになってたね。800円ぐらい入ってた、小銭入れと、IC カードが何円分残ってるのかな。ちょっと怪しいな。1000円ぐらい入ってたと思うんだけどな。交通系の1個かな。IC カードですね。一応念のため、普段使ってない、クレジットカードは持ってきてます。ただあんまり、こっちに使うとね、請求来たの、忘れそうなんで、普段もうずっと、もう全然使ってないカードなんで、これ使い始めたとね、またね、いろいろとね、計算、ややこしくなってきますね、請求の計算がね、いうことがありますので。あんまり使いたくない。なるべく使わないようにするけど、最終手段はね、ということで。で、あとね、キャッシュカード、カードケースは持ってたんで、その中に普段使ってない、クレジットカードも一応ね、持ってたんですけど、入ってたんで、あと、キャッシュカードはね、あったんで、それで、なんだかいくらだったっけ、2万円ぐらいはね、これもね、普段使ってる銀行じゃない方だったんで、普段とか、メインバンクとして、ね、使ってるところじゃないやつ、メインバンクとして使ってるやつを財布に入れてたんで、あれだったんだけど、メインバンクとして使ってないところだったんで、そこがね、2万円、あったかな、2万3000円あったから、2万3000円一応全部下ろしといたわ。手数料無料だったから、イオン銀行で、無料対象になっとった。あ、よかったよかった。危ねえ、危ねえ、ということでね。
2万3000円下ろして、なんだっけ、があるんで、まあまあまあ、経済的には大丈夫ですけど、基本的にはなるべく使わない。キャッシュレスでね、行きたい。あと、だからバーコード決済は使えますから、au pay と、イオンペイも使えます。イオンペイも入ってるんで、イオンペイの方だったら、ね、イオンクレジットの方になってるか、そんなね、チャージも減ったくりもないんで、行けますし、っていうあたりでね、うまいことやっていけたらなぁと思っております。いやぁ、参ったなぁ。まさかね、あれ忘れるとは思ってませんでしたね。やらかしましたね。ということで、ちょっとそのあたりとかもね、わたわたとしながらやっていきたいなと思っております。まあいいや、ゆっくり待とう。そんなに寒くもないですしね、今日は。いやー、しかし、よくやらかしますね。とか、4月3日はなんか、常になんか、朝、あそこにもう留置しとくんでしょうね。何なんでしょうね。比較的中央線の方ではもうバンカバンバンバカ、告示されている中で、こっちに当てられたやつは、比較的、優雅に運用についてるみたいですね。まあ、そういうのもいいですよね。さあ、そういうことでね、これね、実はね、一つ不安はあってね、今これ縦動画で今回この道丸で撮ってるんですけどね、実はこの縦動画で本格編集まだ始めてないからね、実際使えてるのかどうかわからないんだよね。そう。どうしようかなと思ったんですけど、まあ、いかんせん11月のデータがね、夏のやつはね、能登半島のやつはね、今回ちょっと編集が飛んでますので、後回しでね、まあ、ちょっと落ち着いてからね、落ち着いてからっていうことなんで、ちょっと多分、ね、単位で後回しになるのかなとは思いますけど、他のところはね、ということで、その次はもう11月だったんでね、11月のデータをやってますけど、というまだね、4ヶ月、11、12、1、2とね、4ヶ月空きがね、出てますし、なんならこれ3月分の編集にかかってきますからね、5ヶ月分ぐらいね、差がありますから、やはりこっちのこう先に出していかないとなぁという、ことでございます。あれもね、名古屋俺が聞くって旬の話題だったはずですからね、ということでございますね。だから、その後なんだ、ホローカルも縦で撮ってたっけ、だからね、ちょっとその、ホローカルあたりから分かってくるのかなってところですけど、まあ、あれだったら余裕ありそうだった、雑談枠の方でね、何時だったっけ、17時枠か、17時枠か7時枠のところでね、だから7時枠に入れてもいいかもしれませんよね、差し込んでも。そのあたりでね、ちょっと、どこかの本数作ってもいいのかなとは思いつつね、ちょっと試しに見てみたいんだよ。こっちのね、昔から撮ってるカメラね、まあそんなに問題ないというのは分かってます。横で撮ろうとするとね、どうしてもブレるんで、こんな感じでね、ブレちゃうんで、あれですけど、縦でこうやって持ってる分にはね、比較的あれなんですよね。やはりね、両手で持とうとするとね、どうしても両手のバランスでこうやって片付きがね、出てしまうんですけど、ね、思ってるんですけど、どうでしょうね。あとあれだね。あれだけ今のうちに買っておこう。今回伊賀鉄道っていうことなんで、こう。じゃあ伊賀鉄道の切符ね、こういかんやないか。そんな状態でね、伊賀鉄道のね、切符どうするんやってことなんですけど、そう、伊賀鉄道さんはね、ライドにね、加盟してるんですよね。このライドパス。確か伊賀鉄道さんはね、これがあるんですよ。で、そう、あ、ここに出てきてますね。これは、あっちか。10にまとまりましたけど、実はね、面白くて、伊賀鉄道のやつっていうのが、いろいろあるんですよ。結構種類があって、10種類で出てきてますけど、せっかくだからちょっとじっくり紹介しようか。こんな感じでワンコイン1日限定乗車券というと500円で販売したりするのも出てたり。で、今発売してませんけどね。一番ベースの富士乗車券がこれか。740円っていうのがあるのか。で、こんな感じでライドパスでね、これだったらね、今手持ちに、クレジットカードがなくて買えますもんね。
これがベースのやつで、ね、たまにそのワンコインのやつだとか発売してるみたいですね。こんな感じで、マグネット付きのやつを売ってたりだとか、ちょっとね、お得な商品ということで、電車マグネットが付いてるやつだとか、あとはなんだこれは。これはね、イガシュのね、新コイン付きになってる。これもね、すごいな。740円でしょ？これ、新横に740円ってなってるけど、これ、あれですもんね。普通に買っても740円なんで、お酒がタダでついてくるというね、なかなかいいんだよな、これとかね。まあ、今日は車で来てるんで無理ですけど、これは。これは、何だったんだろう。ワンコインフリー乗車券ですね。これもそうですね。期間限定でワンコイン乗車券とかやってましたよと。で、これは、花崎花林。で、1000以上買い上げの方に特典がついてきますよっていう、やつだとか。これは何なんだろう。っていう、なんか、あれがあるのかな。740円だから、これ、別に入れといてもいいのかもしれない。あとはなんだ、これは。実験体験、ほうじ茶チャービス付き。これも今買えるみたいですけど、これもね、何がすごいって、740円なんで、普通の1日ぐらい乗車券と変わらない値段でね、手裏剣打ちとかもできますよってことで、いい兄ちゃんですからね。すごいですよね。5枚打てるらしいです。あと、ほうじ茶もついてくるらしいですよ、ということなんで。まあ、今日はちょっとこっちの方とかに回れないから、わざわざ買うけどね。これがラテアートが付いたやつもあるらしくて、これどこで、ごめん。ガイドスポットが大切よ。お店のロケーション情報が出てこね。そう、あ、上野市駅からすぐのところなんですね。ここで使える、ラテアートチケット740円です。一応これにしとこうかな。いいな。一緒の値段ですからね。カード情報新宿にあるんでね。買いました。で、あとはまだこれで、まあ、とりあえず30分ぐらい時間ありますからね、ちょっとスマホで情報チェックでもして待ってようと思います。